ギティリスは、スペインガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ。コマルカダテーラチャに属す。ガリシア統計局によれば、2009年の人口は5896人。住民骨肖は、男女同系のギタライセンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.45%。ギティリスは、ルーゴ県の北西部に位置し、コマルカダテーラチャに属する。北が、 シェルマーデと、東が、ビラルバ、ベゴンテと、南が、フリオルと、西が、アコルーニャ県のソブラード、クルティス、アランガ、モンフェーロの各自治体と隣接、自治体中心地区は、ラゴステージェ教区のギティリス地区。自治体首長は、ガリシア社会党のレヒーナポリン、ロドリゲス。自治体表議員は、ガリシア社会党7、ガリシア国民党4、デガ。 2となっている。ギティリスは18の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。